みなさんこんにちは。おっす。大人の勉強やり直しマニュアルもついに高校生レベルまで到達しました。長かったな。過去の動画は私が全て編集したから、ほとんど私の力と言っても過言ではないな。高卒認定試験のレベルを超えると公務員試験以外の選択肢だと普通は大学受験になるんだけど、大学受験は上は東京大学理科3類から下は名前を書けばほぼ通る大学までレベルの高低差が激しくて耳キーンってなるから、社会人が通常選べる選択肢に合わせて解説していくことにするぞ。現在日本には約800校の大学が存在するから大学を全部紹介することはできないけど、我々で調べておすすめできるところをピックアップしてお伝えしていくよ。ちなみに約800校のうち 75% は私立大学だぞ。国立大学は全体の1割、つまり80校程度しかないんだよな。国立大学は学費が安いからぜひおすすめしたいけど、入学難易度が高い点がたまに傷だな。皆さんもまずは学費の安い国立大学を選択肢にしましょう。さて、社会人になって大学受験を考えた場合、現実的な選択肢は夜間大学か通信制大学だぞ。今日から複数回に分けてお話しする夜間大学は全国にある程度の数があるから地域別で紹介していくぞ。まずは北海道東北地方編だ。全国の夜間大学調べるの大変だったな。管理人ちゃんと俺で全国の大学のホームページ見まくったもんな。2人で10時間以上かけて調べたぞ。受験生の頃より調べた気がする。受験生の頃？この動画を見ている皆さんは自分自身でもホームページをよく見て調査してくれ。夜間大学はよく廃校や募集停止になるから、受験したい年に開校されているかどうかはしっかり調べないと危険だぞ。そうなんだよな。昔の資料には載ってるけど、今はもう募集停止している大学とか結構あったから要注意だな。ちなみに今回は文系の夜間大学だけ紹介していくぞ。このチャンネルの運営者はみんな文系だから理系のことは全くわからないんだよな。理系の皆さんは自分で調べてくれ。ほんまにすまんやで。すまんやで。では北海道東北地方にある夜間大学をご紹介するぞ。といっても選択肢は2つしかないぞ。北海道地方からは小樽商科大学、東北地方からは福島大学の2校をそれぞれおすすめするよ。一押しは北海道の小樽商科大学。夜間大学を開校している学部は商学部のみ。学費は入学金で14万1000円。授業料は年間で約27万円。4年間でかかる総合計は130万円程度だ。小樽商科大学は何といっても学費が安い。さすが国立大学だぞ。4年間の合計で130万円程度しかかからないから社会人でも通いやすいな。しかも小樽商科大学はかなり有名な大学なんだぞ。関東でもよく名前を聞くよな。商学や MBA の領域で有名な大学だから行って損はないな。私がこの大学を一押しにしたのは試験科目にあるんだ。小樽商科大学の夜間所コースの試験科目はどんな科目なんだ？なんと社会人入試は小論文と面接だけなんだ。すごいな。共通テスト受けなくていいのか？そうなんだよ。社会人は共通テストの準備をしたり実際に受けに行ったりするのはちょっと難しいから、社会人だけの入試をわざわざ開催してくれてるんだ。最高の大学だろ？素晴らしい大学だな。俺は学科の豊富さが素晴らしいと思うんだ。この大学は名目上は商学部のみの募集なんだけど、実は2年次から経済学科、商学科、企業法学科、社会情報学科に分かれるんだ。夜間大学でこれだけ豊富な選択肢があるって素敵だぞ。それぞれの学科はどんなことを学ぶんだ？経済学科は主にマクロ経済学やミクロ経済学および統計学などを学べるぞ。商学科は会計学や経営学、その他マーケティング理論などが学べるぞ。どちらもビジネスですぐに活用できる点が魅力だ。企業法学科では会社法、民法、労働法などのビジネスローを中心に学ぶぞ。社会情報学科はビッグデータや AI に関する情報処理系の学問を中心に学ぶんだ。イメージで言うと経済学科と社会情報学科が理系で数学をよく使う学科だ。一方で商学科と企業法学科は文系学科だぞ。さすがパンダ、学問には詳しいな。社会人に対してこれだけの選択肢を提示してくれている国立大学はほとんどないからおすすめだぞ。特に企業法学を教えている大学は超レアだぞ。しか
科もどの学科に行っても大学で学んだことをそのままビジネスに活かせそうってところがいいよな。私も企業法学科行きたいな。俺は経済学を学びたいな。ああそうそう、一つ大事なこと言い忘れてた。小樽商科大学の夜間の社会人枠はわずか10名の募集枠だから狭きもんだぞ。俺たち2人から見て小樽商科大学は北海道東北地方では間違いなく一押し大学だけど、有名な国立大学だから入試難易度は高めなんだ。続いて東北地方では福島大学がおすすめ。開校している学部は人文社会学群行政政策学類。これは行政政策学部だと思ってもらえばいいかな。授業料は小樽商科大学と同じだぞ。東北地方の文系国立で唯一夜間大学を開校しているのが福島大学だぞ。小樽商科大学と同じく国立だから学費が非常に安いぞ。東北地方は広いけど夜間の国立大学は福島大学しかないんだよな。一応山形大学が夜間大学を開校しているけど工学部だけで文系の学部はないんだ。そうなんだよな、工学は俺たちの専門外すぎてわからないんだ。工学に興味のある人は山形大学のホームページをチェックしてみてくれ。福島大学の良さは学費に加えて募集定員が20名もある点だな。小樽商科大学の倍の人数を募集してくれている。それはありがたいな。試験も高等試もつまり面接のみだから社会人が受けやすい国立大学だと思うぞ。ただ小樽商科大学みたいに豊富な選択肢は用意されていなくて、行政政策学というあまりビジネスでは使わない学部しか開講されてないんだ。高卒の公務員として働いている人にとってはいい学部なんだけど、民間企業で働く人にとってはちょっと使いどころがない知識が多い印象だ。しかも2年次からのコースも地域政策と法コースか地域社会と文化コースしかないんだよな。社会に入れてすぐ活用できる知識を得るというよりは広く浅くという感じだよな。そうだな、そこは弱点だと思う。どっちのコースに行くか迷ったら地域政策と法コースの方がまだビジネスとの親和性は高いかもしれないな。一応法律系の授業もあるから。ということで北海道東北地方では小樽商科大学と福島大学の2校をおすすめ夜間大学としてご紹介したぞ。どちらも国立大学で授業料が安いから北海道東北地方にお住まいの方はこの2校を中心に検討してみてくれ。では次回関東編でまたお会いしましょう。バイバーイ。